皆さんこんにちは。今回のピックアップアイドルは私大沢れいみがお届けします。少し緊張気味なのですが元気よく頑張りたいと思います。それではピックアップアイドルスタートです。はい、ピックアップアイドル登場2回目ということで、まずは自己紹介からしたいと思います。名前は大沢れいみです。1993年5月8日生まれ、22歳です。出身は埼玉県です。好きな色はピンクで、あと可愛いものが大好きです。趣味は一人カラオケをすることで、お仕事の合間とかによく一人でカラオケに行ったりしています。続いては私の最新 DVD のご紹介です。こちらが私の最新 DVD ダイアリーです。この黒い水着とか私のあまりイメージにないようなちょっとかっこいいクールなシーンもあります。あとは制服を着ていたり、サイパンで浴衣もなんと着てしまいました。8月21日から全国の DVD お取り扱い店で発売です。今回は特別に本編をお見せしちゃいます。どうぞ。いかがでしたでしょうか。もっと見たくなりましたよね。そんな方はぜひぜひご購入ください。以上、最新 DVD のご紹介でした。撮影中一番印象に残っていることは何ですか。私が撮影中に一番印象に残っていることは、私今22歳なんですけど制服を着ちゃいました。撮影中一番苦労したことは何ですか。はい、苦労したことは、この制服のシーンの時にすごい雨が降ってきてしまったことです。今作のおすすめシーンはどこですか。おすすめはやっぱりパッケージにもなっている黒い水着を着ているシーンです。ご自身のチャームポイントはどこだと思いますか。私のチャームポイントは二重幅、広めの二重幅です。普段の生活で努力していることは何ですか。普段はやっぱりモデルのお仕事もしているし、グラビアのお仕事で水着を着ることが多いので、体型維持をするようにしています。自慢できる手料理はありますか。自慢できるのは、私和食が好きなのでブリの照り焼きです。小さい頃の夢は何でしたか。小さい頃から芸能界に憧れていて、
モデルになりたいっていう夢がずっとありました。ご自身の性格を一言で例えてみてください。私は結構誰とでも仲良くなれる明るい性格だと思っています。好きな異性の服装は何ですか？好きな異性の服装、あんまりこだわりはないんですけど、その人自身に似合っていればいいなって思います。告白されるならどんな言葉を言ってほしいですか？やっぱりストレートに好きですって言ってもらいたいです。ドキッとする男性の仕草は何ですか？仕草、なんだろう、あのシャツとかの腕まくりかな。趣味は DVD 鑑賞ということですが、最近のおすすめは何ですか？最近のおすすめは、韓国のソウォンという映画です。特技の書道を始めるきっかけを教えてください。私はお母さんがあまり字が上手じゃないって言ってて、でそうなってほしくないからということで、お母さんに始めなさいって言われて始めました。スタイル維持で気をつけていることは何ですか？休みの日にジムに行ったり、あと加圧トレーニングやヨガなどに行っています。今後グラビア撮影でこんなコスプレをしたいとの希望はありますか？なんだろう、チアリーダーとか。では最後にサイトの読者へ一言お願いします。はい、2作目のダイアリー発売します。ぜひ皆さんゲットしてください。よろしくお願いします。続いてはスペシャル企画コーナー、レインピョンの親かきコーナーです。イエーイ。ここにマグカップがあります。このマグカップに私がイラストを描いて可愛くしちゃいたいと思います。私はあまり絵が得意ではないんですけど、可愛いマグカップに仕上げたいと思います。楽しみにしててね。私はレイピョンって呼ばれてるじゃないですか。なのでちょっとピョンにちなんでウサギを描いてます。はい、さて完成です。どうですか？うさぎちゃんを描きました。レイピョンって呼ばれているので、ピョンにちなんでうさぎのイラストを描きました。こちらのマグカップを抽選で1名様にプレゼントしちゃいます。応募の詳細はアイドル日本サイト内でチェックしてください。以上、レイピョンのお絵描きコーナーでした。はい、お届けしてまいりましたピックアップアイドル、いかがでしたでしょうか？実は4月に発売したファースト DVD とこのセカンド DVD は同時に撮影をしていました。1週間近くサイパンで撮影していたんですけど、長いようですごい短かったです。あっという間のロケでした。ぜひぜひ8月21日発売のセカンド DVD ダイアリー、ぜひゲットしてください。そしてこれからも大沢れいみの応援をよろしくお願いします。